皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年4月4日17時10分、佳子様へのメッセージということで、2024年の4月の1日か2日に来ましたでしょうか。まあちょっとその辺のところで、まあ日が晴れていたのと、まあ結婚希望相手を佳子さまに固定している。で、まあこの辺を歩いたりすることによって、そのまあ自分自身もその結婚が長引いてるっていう部分とかもあって、まあだいぶその心的にもね、負担がないかなと思って、まあ心配しているところでもあります。少し前にまあ、南米の国の方と、まあ、会談という形での記事と、まあ、動画は見かけました。で、それも2回目とかなので、まあ、まあ、本当に今年なのかなどうかな、一瞬どうしてもやっぱり考えてしまいますね。で、まあ、その動画の再生で、その僕はね、心の声で、その牛がいいとか、まあそういうふうなことをね、まあ、抱きしめる方の、そういうことを、お伝えすると、大きな声で現場でね、その会うっていうことをおっしゃってると思うんです。まあ口の動き方で、それはこちらの心の声のタイミング等で、わかるんですけども、その動画の映像が、そこまでの場面が出てくるときと出てこないときがある。だから出てこないときはその日はこちらに来ないっていうことなのかなとも、受け止めています。それとあとは、5月に、ギリシャの、大統領の方でしたでしょうか。まあ、あちらからのお誘いがあって、で、まあ、ギリシャの方へ行かれるということなんですが、まあ、まあ、ベルの時のパターンで考えると、その手前で、まあ、会いに来られたりだとか、まあ、そういうふうな形になるんじゃないかなと思ったりもします。思ったりもしています。それと、あと、今月のその、能登半島へ、陛下はもう一度、行かれて、被災地を、ご覧になるということですが、まあ、その日も、そうなのかなとかも思ったりもしています。その、以前被災地の訪問の時で、まあ、私の方が裁判所の方へ、今までのその、まあ、以前の内容の、その、裁判所の、仮執行までの勝訴の判決の書類を、盗まれたから買いに行くと。まあ、そういうふうな、内容もそうなんですけども、うん。また同じように、行かれる日に裁判所の方へ行って、で、まあ、先月の時、まあ、眞子さまらしき人物が会うと、まあ、携帯電話で、こう、スマートフォンで、こう、撮影をしながらなのか、おっしゃってるんですけども、だと思う、ラフな格好をされてる眞子さまだと思われる人物。あの後、まあ、もう一度違う考え方で、あの後、以前、その、港川のね、僕のもともと住んでた東山高校の近く、東山町4丁目のあたりですね。あのあたりに佳子さまが、もしかしたら現れたの、現れるような手はずになっていたのかなとかも、いろいろと、悩んだりも、したところですね。まあ、そのギリシャのアテネに関してなんですが、やっぱりまあ僕はオリンピック解体運動の話だとかそういうふうなことを言い始めて招かれたのか、125周年記念っていうのは、まあ区切りの年はあるにせよ、何かがなかったら呼ばれることってないじゃないですか。だからまあその辺のところで、まあ水面下でどういうふうな話し合いをされているのかっていうところは、まあ僕もいろいろとお伺いしたいですし、それとまあ髪の毛最近、まあ、また両サイドを切ったりとか、まあ、そういうふうなことをしますので、まあ、髪型とか、
まあ、僕のこともまあ気づいていただけるようにということで、まあ、今の現在時刻14時15分なので、まあメジャーリーグの試合も、まあ、まず間違いなく、もう90%以上の確率で、まあ、14時ぐらいまでの時間帯まで来たら、まあ、野球、メジャーリーグの試合は、まあ、すべて終わってるケースですので、まあ、こういう時に、まあ、笑顔とかね、やっぱり、佳子さまに向けて、メッセージ、まあ、佳子ちゃんに向けて、メッセージを送りたいので、まあ、そういうふうに、メッセージ、まあ、今、心の声だと思うんですけども、会うっていう声が聞こえてきました。その若い頃の声ですね。二十歳ぐらいの成年皇族になれた頃か、学生の頃の会うっていう声で、その一応これ、まあ、三段構えと言いましょうか。もしもの時のため、まあ、それまでにもしも会えなかったら、8月9日、そのフルーツラーパーク、まあ、僕の誕生日ですけども、行く。で、まあ、受付のあたりとか、人が、まあ、いろいろ出入りしたり、まあ、あと、ロビーも一応見てみますけども、まあ、菊の間とか、百合の間の、前だとか、行ってみようかなと思ってるんですけども、まあ、お昼ぐらいですね。で、まあ、学生の頃、佳子様が2007年、僕に会いに来られた時は、会いに来られたと思うんですけども、まあ、バーベキューコーナーのビーフ館の横だったじゃないですか。だから、まあ、その前もちょっと歩いてみようかなとか思うんですけど、範囲広いんで、あんまり範囲広げすぎると探し合いになるじゃないですか。だから、まあ、菊の間に関しては、まあ、菊の、紋章というか、まあ、そういったものが皇室の方たちの、その紋章であるわけですから、ガム様の、子供の声の声ですし、っていう声が聞こえてきたんですけど、あまり言うたらあかんっていう声と、まあ、ちょっと面白い話とかも、混ぜとかなきゃならないかなと思って、まあ、喋りやすいようにだとか、まあ、青い着物の時の、秋篠宮佳子様ですか、淡池英輔ですかって、交差点のところの大きな、もう、とにかくもうこれ本音、僕、早く会いたいんで、とにもかくにも早く、もう、どんな形でいいから、もう来てほしいと。ただ、まあ、まあ、範囲としてね、まあ、僕のその兄の第一ターンを配置から交差点ぐらいまでの範囲にしてもらわなかった 街中大捜索。いや、もう港川の範囲もそこはもうごくたまにしか、その父親の家にもその顔を出しに行ってないんで、大体1月1回ぐらいで。で、まあ、あとは、裁判所にも、他にも別の件で、書類、まあ、投射しに行かなければならないなと、まあ、晴れ麻酔骨髄の件ですけどね、最初は調停で出して、性質が合わないから、まあ、地裁の方へというような形の内容の、棄却の内容のものがあるんですけど、それ一回引き出しに行って、まあ、それで、まあ、強いてよく聞こえてきてます。その後僕どうしたらいいんですか？ じゃその後本当難しすぎるんですよ。本当に建物、僕が撮影した地点とかでね、建物を解体してくれてるところの確認行った方がいいのかどうか、まず平野町とかのところから、それちょっとね、ルートがちょっと外れたりとかして、ちょっとね、僕も効率の良い動き方しなかったら、持ちこたえられない部分、まあ、金銭的にしょっちゅう、その撮影もそうなんですけども、その撮影行ってる間に、佳子様がこの辺来てたらどうしようとか、せっかくはあえて、もうね、早く、
その、まあ、結婚したい、結婚話、その、まあ、どう考えても普通そうだと思うんですよ。29歳のその佳子さまの誕生日の、まあ、心の声でね、そのハワイ圭介のこと好きですかって、はいって答えてくれてるのと、その初恋の人はハワイ圭介で、合ってますかね、うんってこう頷いてくれてるところと、それと、まあまあいろんな内容のその着物のシーンのところがありますけども、 まさか今までのその件を考え、まあこれ本当に笑い事じゃないんですけども、例えば、アナウンサーの大江真理子もまだ出産してないじゃないですか。で、ちょっとまあ年齢的にもう僕と近い年齢ですので、まあこの結婚話の件もちょっとシャレにならない部分、冗談では済まない部分になってきてますんでね、早く私も対処しなければないっていう意味で、まあまあ、ブライダル事件ということで、ちょっとまあ裁判所の方に申し出て、まあもちろん結婚祝いでは佳子さまで固定して、で、まあまあ、そこでお断りされたらもう 僕もまあお手上げの部分はあるんですけども、まあ他の人たちとかも早くこれどうにかしてあげなかったら、まあ、うがなつみもそうですけども、結婚者不利の方でしょう。だからこうなってきたら、早くその、やっぱり軸になってるのは私ですので、早く僕の結婚の件をケチくつけて、そのブライダル事件の件でね、僕との関わり合いで結婚ができなくなってしまってる人たち、本当にいる人たちのケースです。まあそちらの方たちの、その、まあ対処、助けてあげる方向でね、ちょっとみんなで協力しなかったら、これ大変なことになるっていうのはもう大変なことですでになってるっていうことでね。で、それと、その内容も、全国的に放送、まあ、エネルギーの残存量問題とか全部ワンセット、その、スタジオジブリさんの君はどう生きるかっていうところの部分もそうですし、それと、まあ、新海誠監督の「すずめの涙」、スズ氏が、震源地であったと、地震の、まあ、その辺のところ、すべて含めてね、まあ、スポーツ界の件とかもすべて含めて、テレビで放送するべきであると。まあ、ちょっとまあ、ブライダル事件としてまず挙げなかった、もうそんなにたくさんいっぱいね、まあ、春山整骨院の件もそうですけども、そんなにたくさんね、その僕の方でも訴訟、その、やっぱり法律面と、その、何条かとかを求められてますから、そこそこ記載していた一覧表みたいな形で出してたものじゃ通用しなかったので、それでね、ちょっと僕の方も、いやまあ裁判官の人もね、正直こんなにたくさんいっぱいいろんなものをくっつけられて裁判されたら、もう何をどう判断したらいいのかで、難しすぎると思うんですね。だからまあまあ、ブライダル事件はブライダル事件で、春山整骨院は春山整骨院の件で、ちょっと分けてまあ対応して、まあ精神病院は精神病院の件と、あとはまあ、運転免許証に関しては、その統合失調症というその内容のところで免許証の返納っていうのを、警察の方からは求められていて。で、まあ、まあ、その辺のところも訴訟でどうにかしたいなとは思っています。まあ、その河川水門外式ダム発電とかで河川の撮影しに行くのに、車がやっぱりあった方が便利は便利ですから、山奥の方のところとか、バスなんかまず走ってないところがほとんどですから、特にダムで水が溜まってるところの、その、河川の上流ですね。基本的に河川をせき止めてダムを作ってますから、まあ、そういうところも含めて、まあ、対処しなければならないなとは思っています。まあ、今回は、その、1月、その4月の1日2日とか、佳子さまが来られて、その、佳子ちゃんが来て、まあ、悲しい気持ちとか、辛い気持ちになってないかなと思って、今回、動画でメッセージ送らせていただきました。で、一応この件、国会議員の方たちとか、宮内庁の方たちとか、まあ、その、状況を見ていただいてね、僕の裁判とかでこう、助けてくれそうな人、
僕の自宅に来ていただいても結構ですし、相談事乗るよと、法律それなりに知ってるよとか、河川水も返してきた無発電の方の、その特許の部分のところで協力してくれるような方でも結構ですし、話広げると、その辺のところでいくと、大企業の方たちとかも、の役員さんの方たちとかもそうでしょうし、早くこれ対処しなかったら、本当に、何も物事が進んでないままですので、早く来ていただけたらなと思います。だから、佳子様も一応テレビに出てるのは出てるので、佳子様との結婚があって皇室に残っていたとしても、僕がテレビに出るっていうのは全然大丈夫だと思うんですよ。法律的にどこに違法行為があるかっていうと、それはないはずなんですよ。全ての総合的な物事で考えると、50億人の命がかかっている方の内容の判決の方が絶対に、効力は強いでしょうし。だから、蒲田発電とかの説明、設置、それによって、各工業界とか、建築業界の人たちが動いてくれてるところをね、しっかりとテレビで放送する、みんなでそういう知識を身につける、しなきゃならないことはたくさんあります。だから僕の分かる範囲のところでテレビで放送するっていう形ですね。スポーツ業界にもいろいろ、注文することはあるでしょうし。早く佳子様と会えたらなと思ってます。この間は、昨日はアンラッキーモルフェさんの、ジルさんが、3月下旬あたりに来てと、やっぱりね、これ、とにかく誰かとどっかで関わらなかったらという部分と、これも全部腹割った話で言います。もちろん結婚希望では佳子様で固定ですよ。やっぱり画面とかを見てて頭の中でよぎるから。例えば、素敵な人だなとか、そういうことはよぎるから。この間もね、バイオリンのね、ストラバディウスっていう、本当に1億円とか、あの話は、何台も生産して、そのトータルのかかった費用が1億円の話なのか何なのかよくわかんないですけど、昔テレビで知るんですよ。それで、石川綾子さんかな、綾子さんだったと思うんですけども、バイオリンの。とある、なんとかの、レールガンの方なんですけども、その曲をね、バイオリンで演奏してるのがあるんですけど、それ見た時にね、優しい人かな、どうかなって、以前、本当は一番最初の頃は、僕二十歳ぐらいの頃、ブルースラパークで会った時の僕の心の声だと思うんですよ。その動画を見た時に、それが頭の中よぎるんですね。で、その動画では、石川綾子さんがね、会うっていうことを言ってるんですよ。で、それこの間見たんですよ。見たらどうなるかって言ったら、石川綾子さんの方が電波から聞こえてるっていう合図なのか、もう一回そのレールガンの方のね、そのショートバージョンで違う衣装のバージョンで。着信通知で来るっていう。だから、僕もね、それはいろんな件、だから石川綾子さんも、結婚が止まってる可能性がありますから、ウキペディアの情報、本当もうめちゃくちゃです。一時期結婚したことになってない人、いっぱいいて、今結婚してないことになってたりだとか、もう YouTube の動画でも、例えばね、モーニング娘。の後藤真希さんでしたっけ？ごまきという呼ばれ方をされてた人ですね。その人も動画の出し入れなのか何なのか、その息子と娘がいるっていうことは本人は動画で言ってるんですよ。で、1階が事務所で、2階と3階が自宅なんですかね。で、心の声でね、従業員とか、1階に入ってくるっていうところのところで、ボソッと入ってくるって言ってたりとかするんですけども、ウキペディア見た配偶者見当たらないんですよ。
もうこの話、もうだから一回ね、今、何らかの大臣をされてる小渕優子さん、あの人ももともとレストラン、カトレアでね、フルーツラパークの、一緒に働いてるんですけど、僕と、小渕元総理、現在はお亡くなりの方だと思うんですけども、小渕総理の娘さんかお孫さんという立場の方ですよね。その方も、何人いるのって聞いた時に、もうすごい大きな声で驚いて、そんなにいるのって言ってて、本当にこれ、本当に早く解決しなかったら、本当に本当に悲惨、僕、一番悲惨なのは僕っていうことは、はっきりと、断定して言えるんですけども、その怪我の回数とか、絡まれ方とか、その両顎割られた件だとか、強制わいせつされた件だとか、もう、長時間労働の件とか、賃金の支払いがしっかりとない件だとか、まだ歯、歪んだままっていう、その一回ね、NHK のね、今ニュ、えー、7時、19時からの放送の、夕方からの女性アナウンサーの人で、もともと2000年の淡路花区で勤務しに来てた時は、野田っていう名前で勤務しに来てた人なんですけども、その人はね、僕は両顎を殴られた件で、歯の矯正の費用を国が出すっていうことでね、来てくれてたんですけども、神戸市北区の北新ビルの2階にある、区役所の窓口、区役所の出張所の窓口ですね。だけどもね、そのままもう一回、その歯の矯正のところ、そのままそれを持って行ってくれたらいいからって、そのまま行ってくれたらいいからって言ってくれたんですけども、それね、僕もそれ、歯の矯正のところ行って、話が進まなかって、それでその窓口行って、そこでキャッチボールされてるから、ちょっと僕もどう対処したらいいのか、その時野田さんのことを思い出してなくて、今現在野田っていう名前とは違う名前でテレビ出てるんですよ。結婚したからその名前が変わってる可能性もあるんですけども、ちょっとね、僕の方もごめんなさいね、佳子さまもこんなにたくさんいろいろ言われて、もう問題山積みで、本当に本当に早く一つ一つ解決しなきゃならないっていうところで、さすがに今日は佳子さま来てないですよね。4月の4日なんですけども、それによって僕ももうあれこれどう行動したらいいのかなの部分があって、そのもう、とりあえずね、この後お米といて、ほっかほっか亭に、唐揚げ弁当をおかずだけ お買いに行こうかなと思っています。以上です。あとは、この間、ちゃんと睡眠時間を経てる日に、懸垂だけをね、近くの公園にしに行ったんですよ。そしたら、簡単に5回はできました。6回目いけるかなとは思ったんですけど、とりあえず、5回でやめておいて、あとは、腹筋、腕立て、背筋30回ずつだとか、15回ずつで換算すると2セットもしたりだとか、今日はその筋トレもしていて、懸垂は一応3回だけにしておきまして、ちょっと軽く筋肉に、これもね、時間が経過したら筋肉は回復するんで、また何回か回数とかできたりはするんですけども、ちょっと肉体作り、河川の撮影とかも行こうかなとか思ったりもしてますし、ちょっとね、もう本当に何からしたらいいのかのところで、肉体作り込みで河川の撮影には行こうかなとは思っています。老朽化してる建物とかの撮影も込みで。以上ですね。この間の報道場面で、ちゃんと相続っていうものを、自宅の相続をしてない方で、建物は、家屋は全壊で、隣の、理髪店のところにちょっと家屋が一部なだれ込んでる状態なんですけども、政府の方で全壊の家屋は撤去してくれるはずじゃないですか。で、ただ、所有者として認められない状態になってしまってるんですよ。ご老体の、
老人男性の方なんですけども、で、まあ、原稿石謄本を、まあ、作られたんだと思うんですけど、6代前まで遡ってる司法書士さんの本物ですね、あれ10万円以上します。で、そのどうやら4代前の方が所有者 で、行政からはどう言われるかっていうと、その相続に関してその4代前の方が、元々の所有者だったとしたら、その後の世代の人たちにその相続権っていうものがいろいろあるわけじゃないですか。じゃあその人たちに誰がその住宅の、まあその一軒家のね、相続人であるのか確認して誰が相続人なのかをまず決めてくださいと。っていうこれがちょっと行政のその融通の利かないややこしいところで、これね、建物が見た目で全壊だったらもうそのまま全壊したあの建物解体したらいいんです。行政がそのままそこのもともと住んでた人たちに確認をして、さすがに住民票はあると思いますので、だからそれで物事を進めるべきですね。まあそれはそれで別の動画を上げてるんですけども、まああのちょっとまあいろいろ今回も長くなりましたけども、まあ、過去様へのメッセージできるだけ動画の数は少なくしなかったら、ちょっと見る方もなかなか厳しい部分はあると思いますので、まあ今回これぐらいにしておきますね。あのとにもかくにも結婚希望相手は過去様であると、まあ、いうことですね。ただまあいろんな人たちとも会わなければと、あと、エネルギーの残存量問題の特に節約の方を広めるには、僕はテレビに出て、今までスタジオジブリさん、新海誠監督、スポーツ業界との関わり合い、音楽業界との関わり合い、まあ、それら全てを表にフルオープンでお伝えすることですね。そこからあと世界との今までのつながりとかも全てフルオープンで伝えて、で報道関係も含めて、まあ、バラエティ番組、まあ、ゴールデンタイムの時間帯報道として、まあ、放送するのかどうか、その辺のところはうまくしなかったら報道関係を一切見ない人って結構いらっしゃるんですよ。もう仕事に定着して自分の仕事だけに専念して、仕事が終わったあとはプライベートの時間帯で、まあ、リラックスしたいっていう、やっぱりまあ精神的にもそのリラックスできる時間帯とか必要ですから、やっぱりそうなるでしょうから、そういう人向けにもあのエネルギーの残存量問題っていうのはうまく伝えなきゃならない。それにはやっぱり漫画、アニメ、ゲーム、今までの音楽業界たちとの関わり合いだとか、そういったもの全ての大きな話があったら、やっぱりいろいろインターネット記事もそうですし取り上げてくれるでしょうし、でそこでどうしなきゃならないのかっていうことをしっかりと伝えていける。だからそれが特にあの、まあ、宮内庁の人たちも、まあ、内閣の人たち、各国会議員の人たちにも理解していただきたいことなんですけども、それこそ僕と佳子さま結婚されて、まあ、例えばこう皇室に残られて、でそういったことで、まあ夫であるある、まあ、仮に結婚したらですよ、夫である私がテレビで言うことによって説得力とか全て一致してくるんですよ。やっぱり多分この方向が一番正しいと思います、本当に。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録と着信通知の設定と、あと着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、あと、身の回りの方に淡井さんの動画見た方がいいですよと、そういうことをお伝えしていただけたらなと思います。今現在ちょっとホームページいろいろあの余計な文章を省いたりとか、番号を変えたりとか、ちょっといろいろ整理整頓してるところですね。情報量はやっぱり多すぎると思います。以上です。それでは、本日のメッセージはこれぐらいさせていただきたいと思います。ちょうど、29分、佳子さまの誕生日29日、まあお肉の肉でもね、あのバーベキューコーナーの月間の売り上げギネス記録っていう話も僕もありますし、まあまあ29という数字もなかなか縁起の良い数字じゃないかなと思ってます。以上です。